よっすー、こじきんでございます。この前から J リーガーでイングランド3部からお勝者へということでね、今回パート2ね、やってます。はい、今回のゲームはリーグ第2節のシェフィールド戦、カラバカップ1回戦、スウィントン戦、リーグ第3節、チャールトンアスレティック戦、この3試合を、まあフルで見るとしんどいんで、なんかまあ、ハイライト的な感じで見ていこうかなと思ってます。はい、途中でね、ちょっと大型補強があったりなんかしちゃ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 ったり、見ていきましょう。今日は、はい、シェフィールド戦ということでね、画質良くなってるじゃない。試合開始です。うん、まあこう過去のね試合、自分の試合見ながらちょっと喋ろうかなっていう、そういうスタイル。はい、前半24分ですね、初めてのチャンスでした。木田がちょっと斜めに入ってきて、これ誰だ、シュートを打った、やっぱ字が小さくて読めない。とりあえずなんか相手の押しに当たって、まあコーナーになりましたと。で、続いて前半30分ですね。ここ相手の左サイドでこうぐちゃぐちゃってんだ、こう、絶対取ってやる、絶対取ってやるっつって喋りながらね、これね、囲ってましたね。そしてこの落としをミドル。キーパー弾いて、まあコーナーと。まあこれも惜しかったよな。で、まあその流れのままじゃ見てもらいましょう。コーナーね、合わせに行ったんですけど、クリアさせちゃって、でもこれもう一回入れ直すんだね。で、これ中に入れるも誰もいないと。なんか相手がこうでごちゃごちゃやってくれたんで、いけいけ、囲め、囲めっつって。ダンクレがちょっと落として、パス出して、ポトルスキーのメディアシュート、あー、惜しいね。で、なぜか中川が映るっていうね。打ったな、ポトルスキーなのに。ね、ポールディのこの右足惜しかったな。そして、前半39分。ここら辺ね、こちょ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 繋いでね、相手のディフェンスをこうね、引き出そう、引き出そうつって。こうね、後ろ使いながらもね、ダンクレでちょっと浮き球なんておしゃれなことしちゃって、ちょっと影に見づらいけどね。で、ここワンツーで抜け出して、トップ出して、で、ポドルスキー入れて、そしてここ、素晴らしくない、この崩し。だけどシュート下手なんだよ。シュートもっとね、うまくしていきたい。あ、まあ、0-0で、まずは前半終了でした。はい、そして後半キックオフ。これね、いきなりチャンスが来るんですよ。相手がこう、後ろにボール渡して、で、前からプレス行くでしょ。ここで取ったね、ポトルスキー。いける、ポトルスキー。そしてシュートはキーパーに阻まれました。いやー。シュート練習しなきゃダメだね。はい。そんで、後半10分ぐらいかな。こう、裏にロングボール出されてね、もう2バックのね、ダメなとこ出まくりでしたね。一応コース切りつつ行ってたんだけど、突破されて、シュートは囲いが止めて、もう一回囲いが止めるっていう、もう囲い大好き。アイラブ囲い。いやー。囲い最高。はい。続いてこちらのシーンですね。ここね、やっぱ先制人数多いのね、有利ですよね。木田からのスルーパスで、中川。切り返してシュート、枠外なんですよ。むむ。むむ、枠外、むむ。ね、松本山賀戦のゴールね、目指したんですけど、ダメでした。はい、で、このシーン、フリーキックね、もう結構遠めの位置で獲得して、ポドルスキー。これね、クロス狙ったんですけど、ちょっとシュート気味になっちゃうっていう。ポドルスキーの、やっぱ、キック力の強さをね、思い知らされましたね。はい。んで、これ、ダンクレーが取って、エウシーニョから、木田。そして、これは、石毛。から、中、じゃあ、長谷川か、最後、長谷川のシュートね、いい連携からのシュートだったんだけど、キーパー、取られちゃったね。相手キーパーめっちゃ前に蹴るな。で、この後さらに、ただ続けに攻撃。シュートは打ってないというところでございます。あそこ一回切り返したのがダメだったかな。で、まだね、チャンスは続きます。連続で攻めますが、ダメと。はい、それでこれ試合終盤、まあ、金森とか投入したんかな。で、これは誰だ、これ斎藤学。中に切れ込んで、斎藤学。クロス、シュート、ポスト直撃。金森、惜しかったよね。そしてこれで試合終了かな。あ、まだあんのか。はい、試合終了です。残念ながら決定機ね、作ったんですが、0-0で終わったと。そしてですね、
なんとある選手にオファーを出してたんですね。それはアデミューソン、ガンバのアデミューソン。で、移籍の金額に応じてくれたんで、ここで年俸の交渉です。1万5000かなの週給でね、1万5000ドル週給で、申し込みましたということです。さあ、果たしてアデミューソンは来るのかどうか。はい。そんで次がね、カラバオカップっていうカップ戦なので、ちょっとサブメンバーで行こうと。で、サブのメンバー作ってみました。キーパー川並で、ディフェンダー山根と大野。ボランチのところが、アルトゥール・シルバと小林幸ですね。そして、左吉田入れてたんですけど、石原が左ってことなんで、吉田右ができるんで、ここ入れ替えましたね。で、トップ下が三田ですね。うん。で、トップの部分、ここに丸岡を入れました。はい。で、右が金森。左が斉藤学。というメンバーで、カラバーカップのスウィンドン戦かな？はい。挑んでいきます。はい。で、この試合は解説風じゃなくて、実況も撮ってたんで、それを聞きながら見てもらいたいと思います。はい。いい試合を見せてくれると思います。本日の試合は、はい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 。いいよいいよいいよ。いいよ、いいよ。来た、完璧なゴールですね、丸岡充さん。何、ちょっとサブメンバーの方がいい感じちょっと今の見ようか。もうちょい前から見ようぜ。何本繋いだの、今の。素晴らしい。あ、キックオフからじゃない、これ。1、2、3、4、5、6、7、8で流し込んだと。うわ、完璧な崩し。これ理想の形だよ。出てしまいましたね。合わせろ、合わせろ。やーっとやっちゃった。持っていきましたが枠には行きません。ナイス、アルトゥールシルバーいいね。アルトゥールシルバーいいね。いいよ。金森たけし、シュートは入るか。コーナー、オッケー。これはコーナーキックでしょうか。焦られない。決めに来た。いやー、ボールが転がる。丁寧に繋いだけどな。素晴らしい。シュート行け。素晴らしい。来たー。ゴール決まりました。石原、あれ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 。っていう応援歌じゃなかったっけ？石原、高吉。攻勢をかけて、ついにゴールが生まれました。はい。まだまだ点が入りそうですよ。はい、もらった。あ、やべ、もらってなかった。もらわれた。あ、ここ、ここ、いや、シュート。これ、ナイスなんかブロック。入ったかと思いましたが、ディフェンスがブロック。突破者、突破者、ナイス、強引な突破をした。丸坊主じゃない。よし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 。はい、ダメでした。ボールがこぼれた。まあいいんじゃない、前半 2-0 で全然。ちょっとね、余裕だね。うちのチーム強すぎ。ガンガンパス出せなかったな。すいません。よし、自分で取り返しました。シュート。シュートは。うん、ナイスキーだね。いいよ。あんまり。ショート使うか。どうやら選手交代でチームの活性化を。あ、止まってません。大野が上がってったけど取られました。ってことは手薄になっている後ろが。4人に対して2人で守ってるよ。オッケー、全然クロス合わない。あ、でもこっちも全然歩幅合わない。木田拓也、小林、うん、大野和成。よし、勝ちましたね。試合終了となりました。試合終了。はい、そんで試合後ですね、アデミューソン選手が我がチームに、はい、完全移籍で加入いたしました。さあ、じゃあスタメン変えましょう。アデミーが入ったんで、どこだ？いたいたいた。いいね。どうしようかな。
どうしようかな。誰と変えようかな。ポジションで言ったら金森になるんだよね。でも金森強いんだよな。センターバック2枚いらないわ。ごめんな、大野。え、どこに入れるか。中川のポジションに入れるか、まあ、中川のポジションかな。あ、石毛のポジションかな。あー、どうしよう。コトブスキーを1個下げてアディミソントップにしよう。うん。うん。これできます。コトブスキーあんまり足速くないんで、終盤で組み立て作る感じで。で、ミドルシュート打てるんで、トップ下に置こう。いいメンバーになってきた、だんだん。ポルディはね、今年で引退するんだけどね。前も言ったけど。石毛を育つポルディのね、後釜にやっていこうって感じで。両ウィングはやっぱね、足が速い。中川と長谷川に任せたいなって思ってるんで。さあ、第3節ですね。リーグ戦の。大胆なプレーだね。本当にこれ相手のレベルレジェンドなのかってちょっと疑っちゃうよね。アデミューソン背番号21だ。設定してなかった。でも一回今シーズンアデミューソンじゃ21で途中加入なんで。いやー、ナイスキーパーだね。いやー、ダメでした。やべー、パスに決まっ、うわ、ダンクレー。ダンクレー最強。ダンクレー最強。オッケー。ポルディ、サイド開く。あー、ダメか。しっかりついてクロスをブロック。いいね、ポルディ体幹強い。中谷慎之介。ダメか。前半は0-0です。さて、いまだに両チームディミューソンの力をあんまり発揮できてないな、良さを。さあ、ポドルスキーから中野。ポルディ出して、うめ、シュート。いやー、惜しいねー、ポルディ。なかなか勝ち越せません。今のは惜しかった。惜しい。カーブ、早う。エウシーニョ。なかなか攻めれないぞ。オッケー。カーブ、早う。この、あっ、この判定は、やったやった。何が起こった今。何が起こった？ペナルティスポットの駆けつけが早いな。今ぶっちゃけ何が起こったかよくわかんなかったんだけど。ちょっと見させてください。駆けつけやめちゃう。アデミーソンから、川辺に当たって、川辺が持ち込んで、これで PK なの。これで PK 取っちゃうの？だいぶ悲しいね。相手からすると。さあ、ポルディ今シーズンの初ゴールはこっち側に思いっきりズドンと決めます。おい、危ねえ。今ちょっと取れられるかと思った。そしてゴール裏のサポーターに、プレゼント。よーし。ここは落ち着いて決めました。まあいいでしょう、皆さん。落ち着いていますね。オッケー。これはいっちゃダメ、いっちゃダメ、いっちゃダメ。いっちゃダメ。よし、そうだ。行かないことがいいな、正解だった。やっちまったね。やっちまったね。やっちまったね。そう、めっちゃハゲてんじゃん、こいつ。ジョナサン・ウィリアムズ。いやー、なんか背中、あ、ハンドだろうか、ちょっと。新ペン。絶対ハンドじゃん、こんなの。これってハンドになんないの？新ルールみたいなんで。ああ。逆転。シュート突破しよう。オッケーナイス。MC ので行ったろかなもう。MC ので行ったろもう。この後 MC ので行ったろ。ダメか。ここにパス。落としてシュート。いやー、完璧な流れだったけど、オフサイか。デザインされた攻撃でしたけどね、今のね。せめて決めてくれよって話だけど。
ボールが狙われています。ああ。主審がファウルを取ります。もう攻める時間なさそう、僕の攻める時間なさそう。アデミューソン。いけるか。くっそ。アホだれ。審判の笛が鳴り、試合は。もっとサッカーゲーム上手くなりたいものですね。はい、っていうわけで今回はですね、結果的にリーグ戦は8位だったのかな。うん、まあね、負けなしでよかったですよ。うん、でまあクラブカップは2回戦で出たと。はい、まあ結果としてはシェフィールド戦0-0、スインドン戦2-0、チャルトン戦1-1ということでございました。はい、まあね、アデミューソン補強して、まだ移籍期間なのでまあ誰か取れるんですけど、まあお金もねそんな限られてるんで、夏の補強に取っていこうかな。あ、そっか、逆か。欧州だから逆か。まあいいわ。はい。次回にも期待。